変わらずオープンで全編コール聞けてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。打席振り返ってどうでしょう。僕なりにはね、本当にタイミングを合わせてジャストミートしたつもりだったんですけどね、まあ、やっぱり、毎日ギター弾いてるだけでは筋力はアップしないということでしょうね、はい、ではこの守備がありますので次も期待しています。ありがとうございました。レジェンドイグルスピッチャーの交代です。可愛い形に変わりまして、仕上がっていませんが気持ちだけは仕上げてきました。なるほど、英語に行きました。気持ちが一番です。2回表 DNA クラブの攻撃は8番ショート田辺の、ショート田辺の背番号38。さあこの回は田辺の球から花巻東高校出身です。続投名門チームから来てますね。この学校名を見るだけでもね、強豪チームだというのが分かりますね。分かりますね。本気で勝ちに来てますからね。レジェンドイーグルスを倒すのかもね、気持ちが伝わってきます。さあ打ち上げたセンターか、おーレフトが出てきました。中村、中村がそこで掴んでいます。9番レフト富山、レフト富山背番号24。さあそして富山翔太郎です。東北学院大学、この辺 DF クラブはよく体が動いてます。お高めのボール、ちょっとストライク入りません。キャッチャー大変ですね。ちょっとね、あの体張ってますよね。体張ってますね。あのワンバンの処理をどうしようかと一番本人考えたんですけど、体張ってます。止めてました。セカンド、さあ後藤光孝、ここはうまい。フルアウトになりました。あ、もう本人からダメと言って答えが出ました。さあピッチャーの交代です。長谷部に代わりまして、石田隆背番号53。さあピッチャーは石田隆に代わります。まあ、今回で行政部1番の佐々木海斗。
お高めですか。125キロ出ました。今バットのところだいぶ空いてましたよね。空いてました。伸びがあるから見に来ましたか。この伸びがある見て変化者のスライダー使ってきました。ファーストゴロ。あ、ベースカバー遅いぞ。どうでしょうか。アウトのジャッジ間に合った。まあ、ピッチャー基本ですからね、カバーというのは。さあ、3アウトを取りました。それでは